真嗣です、はい、ということで今回はレイザーオルナータクローマね、いろいろレビューをしてきて、感想を話していきたいと思いますね。ロア君も、ね、感想を話しに来てくれました。はい、ということで今回は、レイザーオルナータクローマ、ね、レビューしてきたんですけど、今回ねお借りして、まあ、レビューをしているということで、約1週間ぐらい、ね、実際に使ってみました。で、やっぱりねこのレイザーオルナータクローマ、このメカメンブレンとこの、ミッドハイトのキートップの高さは本当にね打ちやすいと思います。僕がね前回の動画でリアルフォースと打ち比べて思ったんですけど、本当にねトープレのリアルフォースは5年以上使ってすごい使い慣れていたんだけど、こっちのレイザーオルナータクローマの方が圧倒的に打ちやすいっていう、このね何なのっていう何なのっていうこの打ちやすさ、これね なんだろうねキーボードってまあねトープレのリアルフォース、まあ、2万5000円ぐらいするので高いキーボードなんですよ。でそのね、まあ、キーボードはまあ指で打つものなのでマウスとかと同じように結構こう好みとかは出てくると思うんですけど、5年以上ね使い込んでいるのにもかかわらず本当にこんなに打ちやすさが変わるっていうのはちょっとね衝撃的でした。これは借りてレビューしてるからとかそういうのじゃなくて本当に打ちやすい、個人的にノートパソコンのキーボードが打ちやすい好きだっていうのもあるんですけど、そこのなんだろうノートパソコンのキーボードよりも背が高いっていうのは本当ねいいですよ。これかなりおすすめです。でね僕は今回お借りしてたのでレイザーオルナータをね買おうと思ったんですよ。まあ借りてるっていうのもあったので今回ねまあレーザーオルナータクローマじゃないけどレーザーオルナータの方をね買おうと思ってるんですみたいなことをね連絡したわけですよ。そしたらこのねレーザーオルナータクローマをじゃあそのまま差し上げますのでお使いくださいみたいなことを言っていただけたのでレーザーオルナータを買おうかなと思ってたんですけど、レーザーオルナータクローマをねいただくことができました。ということで、まあ、今回ね本当にレーザーオルナータクローマ、ね、レビューで使ってそのまま、まあ、いただけるっていうことなんですけど本当にね買おうと思ったんですよ本当ですよこれ本当に最初から決まっていたとかじゃなくてね買おうかなって思ったんです、ね、でまあいただけたのでこれから、まあ、ガンガン使っていこうかと思うんですけど、本当にねキーボード悩んでいる方はこれねレーザーオルナータクローマを一回ね触ってみるといいと思う。今本当にキーボードってゲーミングキーボードもいっぱい出てるし、まあ、トープレもね LED で光るようなゲーミング向けのキーボードとか出してるんですけど、その前に一回このレーザーオルナータ本当ね一回触ってみるといいと思います。僕が言っているこの打ち心地が素晴らしいっていう、ことが多分わかると思います。でこのねレーザーオルナータクローマをね1週間ぐらい使ってみたんですけど、ちょっと残念というか公表されてないだけなのかもしれないんですけど、惜しいのはこのレーザーオルナータクローマの製品ページを見てもこのキーのこのね押した時の何千万回耐久性がありますよっていうのが、ね、書いてないんですよ。これ他のねレーザー製品のキーボードには書いてあることが多いんですけどこいつはね書いてないんですよ。なのでまあキーボードもね消耗品といえば消耗品ではあるんですけど、そこがね書いてないっていうのがちょっと残念なポイントかなと思いますね。まあ、僕がね今使っているトープレのリアルフォースとかは、まあ、結構ね何千万回っていう耐久テストをクリアみたいな感じで書いてあるんですけど、こいつはね書いてないのがちょっと残念なので、まあ
今の時代のね製品でそうそう壊れるっていうのはなかなかないと思うんですけど、そこだけがちょっとまあ、うん、残念なところではあるけど、まあ打ち心地は素晴らしい、うん、っていうところです。なんといってもやっぱりねマウスもそうですけど、マウスの場合はこうね持ちやすさ握りやすさとかがすごく重要で、あとはね、まあ、ボタンの配置とかもすごく重要ではあるんですけど、まあ、キーボードも同じようにやっぱり打ち心地が一番大事だと思うので、まあ、このレイザーオルナータクローマの最大の特徴である、メカメンブレンの打ち心地と、あとはこのミッドハイトの、キートップの高さが気に入った人っていうのはもうこれは間違いなくね買いですね、うん、なので、まあこのレイザーのね、キーボード、まあ、何種類か出てるみたいなんですけど、まあ、その中で僕はね、まあ、今回レイザーオルナータクローマをねレビューさせていただいてるんですけど、うん、このレイザーオルナータクローマ本当に個人的にはねものすごくおすすめです。はい、ということで、今回は3本にわたって、最初開封編、まあ、製品説明をしたり、まあ、2本目はね、僕が持っているトープレのリアルフォースと音の比較をしてみたりとかしてきました。総合的には、本当にね自分がレイザーオルナータの方ですけど買いたいと思う、買う直前まで行くっていうねそれぐらいいいキーボードだったと思います。はい、ということで今回レイザーオルナータクローマ紹介してきました。ぜひ気になる方は、動画の詳細欄にもね、リンクを貼っていますので、検討してみてはどうでしょうか。ということで今回の動画はこの辺で。シンジでした。